レスキニアな分節胞指能や長短細胞が示されている枝カビは、接合筋門接合筋口取り持ちカビ目、枝カビ科に属する菌類の一群である。ほとんどが、毛カビ類を宿主とする菌寄生菌である。枝カビピトーシファリスは、胞子形成する、柄の先端に分節胞指能を多数つけるカビで、その点でハリサシカビシンセファリスに似るが、 主軸が数回の二股分子を行うのが特徴である。枝カビの名はこれに由来する。その姿は二股分子によるフラクタル図形そのものである。数ミリメートルを超える大きさになるものも多く、その姿は肉眼でも見分けられる。菌糸が発達した菌糸体を形成する。栄養菌糸は非常に細く、核壁はない。 見た目は柔軟で、あちこちで枝分かれしながら宿主禁止に絡み、あるいはその間に張り巡らされる。ところどころの宿主禁止状の禁止が膨らんで、この部分から宿主禁止の内部に吸気が侵入する。胞子形成の場合には、栄養禁止より太く、硬直な枝を出す。この分節法指の柄はまっすぐ、あるいはやや斜めに立ち上がり、あるいはその基部が、 ほふ枝状に這う。その先端近くで数回の二股分子を行い、その結果、先端は二の何畳かに分かれるので、それぞれの枝先に多数の分節法指納が形成される。分子は二股ではなく三でなどの形を取る場合もある。生きた状態の顕微鏡写真優性生殖は接合法指納による。自家不和合成の種と自家和合成の種とがあり、 後者では単独株でよく接合法指能を形成する。その形はいわゆる釘抜き型で、菌糸が互いに接触した後に、それぞれから作られる配偶指能は一旦離れてから曲がって接触し、その接触部に接合法指能が形成されるので、釘抜きかやっとこの先で接合法指能を挟んだように見える。配偶指能はやや膨らみ、 中ばに隔壁を生じて、配偶指脳が区別される。接触部の互いの配偶指の先端部が融合し、これが、接合方指脳になる。接合方指脳はほぼ休憩で、表面は、褐色で毛状の突起があるのが普通である。このような様子は、針刺しカビに似てはいるが、より単純で、針刺しカビに見られるような多様性はない。なお、この属では、 自家は合成の種が結構多く、そのためにその観察されたのも古かった。分節法指の柄の分子には種によって若干の違いがあり、例えば第1、第2の分子間が狭くて、一見では4本の枝が同時に分かれて見える例もあり、それらは種の区分点の一つにも認められる。また、この柄に縦筋模様が出るものが多い。これは、 細胞壁の部分的な飛行によるもので、主軸や枝分かれの基部に出ることが多く、多くは、柄の時間経過によって、次第にはっきり出るようになる。柄の先端での分節法指納の様子にはいくつかの型がある。多くのものではその先端が膨らんで、特有の長短細胞を形成し、その表面に分節法指納が生じる。 胞子が成熟した場合にはこの細胞も脱落するものが多いが、脱落せずに残る種もある。脱落した場合にも、この細胞から発芽することはないようである。なお、長短細胞の上の分節胞子脳の配置にも、種による特徴があり、例えばその表面にまんべんなく分布するもの、いくつかの粒気があって、それぞれの粒気の上に配置するものなどがある。 全く超短細胞隠しもある。P インディカは分子の先が小枝状に何度か分かれ、それが全て分節して方子になる。もっともこの基部の一方子を超短細胞とみなし、超短細胞が方子になっているとの判断もある。P ベンジャミニでは分子した枝先が細かく分かれ、それぞれの先端に単方子の分節方子脳がつく。方子脳は、 大抵が棒状で形成され、次第に内部に分節を生じて、それぞれが胞子となる。また、ピー・レピドゥーラのようにまず下側の胞子の形ができて、その上に出荷するように次の胞子の形ができ、その後に胞子の輪郭が出来上がる例もある。単胞子の分節胞子脳をつける例もある。胞子脳内の胞子の数は種ごとの特徴と認められている。 胞子が成熟後、一つの超短細胞の上に生じた胞子は、丸々一つの水滴に収まって、胞子雫を生じるもの、バラバラになって散布されるものがある。なお、これらの胞子形成の形質は、針刺しカビ属に見られる、この部分の多様性と共通する部分もあるが、異なる点もある。例えば針刺しカビでは脱落性の頂機能は見られないし、 逆に一切長能を欠くものもない。大部分の種は毛カビ目の菌類に広く寄生する。多くの種は毛カビ、クモノスカビなどを中心に様々な毛カビ類に寄生する。ただ一種、青カビなど死脳菌及びその系統のアナモルフ菌類に寄生するものが知られている。これはこのトガを通じても唯一の例外である。毛カビ目の中では、その宿主得意性はあまりなく、 調べられている範囲では、若干の例外を除いて、大抵のものに寄生して成長することがわかっている。一部の毛カビでは、成長が良くない場合があり、これは、毛カビの成長が早すぎてついていけない場合もあると、考えられる。また、腐れ毛カビかのものは、ほとんどが宿主とならないが、マイクロムッカーに分けられる類は、宿主として利用されていることが知られていた。 このトガのものは、現在ではケカビメから外される傾向にあり、ただしマイクロムッカー類は、ウンベロプシスの名で、ケカビメとされている、現在の判断を先取りしたとも言える結果である。ただし、一部の種では、真の腐れケカビ類を粛小とする例も知られる。培養は、一般には、宿主の菌類と共に培養するニン培養という、手法を使う。 まず、枝カビの胞子を寒天培地に摂取すると、胞子が発芽してわずかに菌子を伸ばすので、これに、宿主菌の菌子が触れるようにしてやれば、菌子は、宿主菌子に絡みついて、次第に成長を始める。標準的な宿主としては、コークロマイセズが用いられ、多くの種はこれで、よく成長する。純粋培養は行われていない。なお、このカビは、 宿主が存在しなくても、観天培地上で胞子が発芽し、小型の胞子の柄を生じ、少数の胞子を形成することが知られている。しかしそれ以上成長し続けることはなく、これは不正菌として生育可能であることを意味するのではない。また、これによって形成された胞子は単独では発芽せず、宿主の菌類に触れて初めて発芽する。 より広範囲で縮小を探すための適用と考えれば、筋は通る。ハエカビなどにおいて胞子が発芽して、さらに胞子を作り、それを射出するのと似ているとも言える。蒸気のような性質は、金煙の針刺しカビも、ほぼ同様であるが、こちらの方が、所持ややアバウトな印象である。多くの場合、動物の糞から出現する。土壌などからも出現する例もある。いずれにせよ、 それらの上に生育する結果ビ類に寄生して出現するものである。大型のものもあり、独特の枝ぶりであるから、野外においても、これらのカビの生えた奇質の上に伸び出す様子を見ることがある。この属はフレセニウスによって簡単に観察されたのが初めてで、ドバリによって最初に記載された。しかし詳しい記載はブレフェルドによって行われ、 この時に接合法指能も観察された。針刺しカビとは分節法指能やその周りの構造、それに有性生殖器官などの特徴がほぼ共通している。また、分節法指能柄の形態によってはっきり区別できる。このことから、この二属をまとめて枝カビ化とすることが広く認められてきた。外見的には、同じように、二股分子する胞子の柄を持つものに、 二股毛カビがあるが、これはキノコに寄生するもので、その無性性食器官は、大型の胞子脳である。他に、胞子形成だが、よく分子し、そこに単胞子性小胞子脳をつけるものとは、混同された例がある。例えば P ・ベンジャミには最初は、糸枝カビ属として記載された。他に、分節胞子脳を、頂たき脳表面につけるものに張り差しカビもどき、 シンセファラストラムがある。これは分節法指導柄が仮軸上に分子するので混同することはない。菌種体は太い菌種からなり、不正菌なので性質はかなり異なる。かつて同化としたこともあるが、現在は別目とされている。現在では約20種が記載されているが、これらがすべて広く認められているわけではない。 人バ培養の際の宿主の違いによる形態の特徴の把握などの問題もある。日本でも比較的よく見られる。ただしまとまった報告はない。菌類図鑑には2種が掲載されている。それを含め代表的なものを挙げておく。ありがとうございます。